島ケミンベリー。地震、大雨、土砂災害、近年多くの災害に見舞われている日本。広島県は土砂災害危険箇所数が全国で最も多く、過去にも大きな災害が発生しています。なるほど、日頃から災害に備えておかないといけないね。そうですね。県内には至る所に避難場所があるんですが、山内さんはご自宅近くの避難場所ってご存知ですか？それ分かってないわ。県民の皆さんは避難場所をご存知ですか？小学校ですかね。確認はしてないですけど、だから意識的に公共のところになんかこう行くみたいな。公園か、あの学校まで、小学校まで。一応学校とか、あ、中学校だ。避難場所を確認している人は2年前までは3割もいませんでしたが、今年2月の調査ではなんと 60.5% に。県民の災害への意識が高まっているようですね。そこで県では県民の防災意識をもっと高めてもらおうと、広島の各放送局のお天気キャスターなどをみんなで減災推進大使に任命。天気予報とともにメディアを通じて減災を広く呼びかけています。普段から気象という分野に興味関心持ってもらうことが、あの減災につながる第一歩になると思いますので、これからも的確に分かりやすく伝えられるように努力していきたいと思っています。県民テレビ。ところで田代さん、簡単に避難場所って確認できるんでしょうか？スマートフォンで簡単に調べられます。広島県のホームページの中にあるみんなで減災はじめの一歩にアクセスしてください。このサイトは災害から命を守るため、災害に備えるための5つの行動を分かりやすく紹介するとともに、皆さんがお住まいの地域の避難場所を検索することができるんです。避難場所検索をしてみます。例えばテレビ新広島の近くを調べてみましょう。近くのいっぱい出てくるんですよ。へえ。学校と集会所、たくさんあるものなんですね。そうなんです。検索した避難場所へ行ってみると、ありました、避難場所の看板。何気ない場所にあるから意識しておく必要がありますね。そうなんですよ。また個人で確認するのはもちろんなんですけれども、家族でね、確認しておくというのもいいかと、ね、思うんですね。避難場所までの経路っていうのもすごく重要で、水路が溢れていて危険な場所があるんですね。事前に歩いて避難場所まで行くというのが重要かと思います。また災害の種類によって避難場所っていうのは変わってきますので、自分の近くがどんな場所なのかというのを確認しておいていただきたいと思います。ポータルサイトみんなで減災はじめの一歩には、その他にも様々な情報がありますので、ぜひチェックしてみてください。またスマートフォンやパソコンをお持ちでない方は、最寄りの役所にハザードマップを置いていますので、そちらをご利用ください。一人一人が適切な行動を取ることが大切なんだね。そうですね。皆さん、日本一災害に強い広島県を目指して共に頑張りましょう。広島県からのお知らせ。新たに空き家が生じた県営住宅の入居者を募集します。募集住宅など詳しくは広島県のホームページをご覧ください。大雨や地震などに備え、地域のため池の管理や点検対策を行いましょう。合わせて避難場所なども確認しておきましょう。里山プレゼントが当たる。広島県民テレビで検索して応募してくださいね。